ぶち赤崎せよ赤ぶちマッシュしてみー、はい、よろしくお願いします。はい、さあ今回ですね、キャンベルのチキンヌードルスープを二郎系にアレンジしようということで、なんすかやっちゃいましたね、とうとうね。こちらです。はい、キャンベルがね出してるこれヌードルのシリーズなんですよ。あの、海外でね出してて、それを日本にそのまま輸入してるという、中にこう麺が入ってるんですね。はい、缶じゃないですか。缶ですよ、缶缶詰です。はい、なんかミートソースの缶みたいな。あ、そう、中はね、エッグヌードルとありますけど、ショートパスタがね入ってるとのことなんですね。準備しないと。はい、ということで見ていきましょう。こちらですね、いろいろと買ってますけども、はい、まあチャーシューとかいろいろ適当にね、入れますけども、はい、ここ開けていくとこんなになってます。中ついていけてないですね、まだ。あ、そうっすか。なんでこれやろうと言ったのか、ちょっともう分からんすぎて。やっぱ世界初をね、やっぱ見ていかないといけないんで。いや、まあ初だろうけど、これはこれは本当にね、やってみたかったんですよね。意味が分かんない。え、もうどういうこと。いや、これはやっぱりね、やっぱり家に麺があるならば、まあ、ついていけないやっていかないと。あ、どんどんもう野菜までいってますよ。もう野菜までいってます。麺ならもう何でもやっていくっていう、やっていきます、心意気で。キャンベル本社がね、これ見てくれないかと思って、本当にアメリカの見たらどう思う。キャンベルスープの上にね、野菜のっけてるやつ現るということでね、まあ野菜は今回も炒め野菜でねやっていきますけど、はい、ちょっとこれ黄色いんですね。これチキンスープなんで、ちょっと試してみますね。どんな味なんでしょうかね。リアクションで、あ、うまいとね言っております。まあ、単体が気になるんだよ、これ自体が。まあ後ほど解説はねしていきますけども、はい、このようにね、スープ入ってるんだけども、これなんと実はですね、はい、缶と同じ量の水を加えなきゃいけないんだけど、味濃いがいいので全く入れてません。え、少しも入れてません。これそのまんまいきます、僕は。やっぱりしょっぱさ重視でいきたいんでね、こうやってまあ戻すんだね、もう一回開けてから缶に戻します。はいね、器ではなく、説明ではいや、もう無理でしょ。ここで、ここから乗せていくんですね、少しずつね。ちょっと、まあ、崩壊もしますけども、1、2本ね、こうゆっくり乗せていくのがポイントなんで、こう、ちょっと、下の方の、この土台ミスると、もう上の方乗らないんで、しっかりと。まあ、ってか、はい、あんだけの野菜では無理ですよね。あれは後ほど美味しくいただいたんですけど、あれ乗ったやつよね。全部あれ乗っけんのかと思った。いや十分、めっちゃ余ってんじゃん。これは後ほどあるんでいっぱい食べましたけど、別でね。そうそう、ニンニクもね、なんならが乗せてますけど余ってますんで、これ、ニンニク炒めにして後ほど食べたということで、これただそこに委ねてたんだったね。いや、そのスタッフが美味しくいただきましたのフォローいらないですよ。別に。あ、そうっすか。食うと思ってるんですよ。わかりました。まあね、背脂乗っけて。あなたなら食うでしょう。豚なんですけども、こう差し込むんですね、後ろに。何差し込んで。何これは。さあ、来ました。なんかこれ誰かが真似すること前提で話してるの。いや、もう本当にだから、キャンベルファンとしてはもうびっくりですよね。最後にはね、こうやってカラメルじゃない、辛めを乗っけて。甘くしちゃう。乗っけて、着丼こちらできました。ヌードルスープ二郎。本体は149円ということで、ね、いや安いな。はい、野菜にんにく油からめずらってた野菜投入後ですね、可能な限り増したんで、これ卵黄もう見えなくなっちゃいましたね。はい、先ほどよりさらに上に来たんで、豚ぶっ刺してないとね、野菜漏れないんで、この辺がポイントです。はい、ヤワ豚だとこれできないポイントなんですね。あ、そうですか。そこまで計算してるね。そして食べていきましょう。これね、熱いんすよ、やっぱ。あ、缶だから。缶だから。熱くて手に持てない。うん、ね、一番上の油野菜。ゆっくり乗せたやつをゆっくりまた食べていく。ゆっくり食べていきますね。安定した草野菜。プリ油。ね、前菜です。ね、しばらくはキャンベルとは関係ない。関係ないよね。そうだよね。さっき上をどうにかしないと、はい、上の方やっとね、下の方で一回乗せる必要あったじゃんね。いや、ありますよ、それは。やっぱり二郎系なんでね、下の方まで来ると二郎系です。はい、これ二郎系、キャンベル二郎です、これはね。キャンベル二郎。さあ、そしてうずら野菜がね、ちょっと下の方でね、とろっとしてきます。なんと鶏の出汁で作ったところにですね、別の鶏入れてるんですね。こんだけ言われてよくまだ続けられるな。いやあくまで普通に続けようとするから、いや、怖いよなんか。これ本当に世界初なんでね、ね、見てください。これ優しくね、持たないとちぎれちゃうんです、この麺も。ああ、柔らかめの、優しく食べて、歯ごたえはほぼゼロです。あ、そんな柔らかい。スーパーデロ麺でした、これは。まあ、ショートパスタというふうに言ってるとかなんとか言ってますけど、まあ、麺でしたよ、結構。あ、そうですか。麺でした。はい、まあ、鶏肉のようなものが入ってますね。豚かと思ったけども、チキンとしか書いてなかったんで、多分鶏肉です。
まあデフォで食うときはこれが非常にアクセントになるでしょうという。デフォで食べたことないんで僕まだ。あ、そうですか。いや食べた人はね今共感してると思いますよ、今の肉のところね。さあそして豚ですけども、ラーメンおつまみの豚だったんで今回はちょっとね甘豚だったんですね。なのでしょっぱさ甘さをこうマッチできたのがいいところね。あ、そうなんですね。でこの時間になってもなんと缶自体がですね保温効果を持ってるんでずっと冷めないという。あ、キャンベルのレビューですね。そうなんですよ、やっとキャンベルの、キャンベルスープの。いやここまでねニンニクも効いてて非常に美味しかったですね。中見せなくていいよ、完食しますよ、食べてますよ、完食しますよ。さあねステータスですけどもいろいろ書いてますけどもね。まあそりゃ少ないんで、まあ、やっぱりうん、キャンベル、いや、ね、最後まで見たけど何だったんだろうな、本当によく、もうどうした、いややっぱ悩んでんのか、うん、いや見てる人もう続くのかな動画っていうね、この際だからねやっぱりやんなきゃと思って、本当に世の中に溢れてるからいろんな二郎系がね、はい、うん、早いっすね、はい、これが来るのあ、そうっすか、はい、そうっすかね、まあ、でまたタクメンとかに戻っていく感じ、ね、うん、まあそうだ ね、 やっぱドンジローもねこういう勢いで始めたと思うから。ああ、いやでももうタクメンとか全て制覇した後の動画っすよね、これ。いやいやいや、バランスよく出していきます。ああ、バランスですか、バランスよく進めていきます。ああ、はい、キャンベルスープなんでそんな落ち着いてられるんですか、英式なんだけど。ワクワクも明日からとんでもないもうバズり方をするかもしれない。え、そんなワクワクしてるの。まあただ今までやったことはないけど、史上初よ多分だけど、まあ、これ史上初、俺先にやったわっていう人いたらコメントくださいよ、本当に。いや、おそらくいないと思う。いないかいないかということでね、皆さんも見つけたらやってください。ごちそうさんでした。Thank you.